政党というところに一票入れようとは言いません、僕は一言も。ただ参政党という党が立ち上がったということ自体まだ知らん人いっぱいおんねん、残念ながら。ところがそれを知ってもらうためにも今インターネットがいろいろ出てきましたので、皆さん知ってください。今日ここにいる人は、ね、参政党として今日来てる人は皆さんね、多分もうどんな行いして、いやこんな活動してて応援したいな、神谷君の顔みたいなというのがあると思いますけど、知らない人はね、皆さんが思ってるよりもっとたくさんその人らに入れてて言わんでよ、そんな言わんで。参政党ってできたんやで、ホームページの目が見てくれへん、それだけです。そこで見た方が、あ、こんな活動してるのかということで、彼らは彼らで動きますから、自分で動かないと日本は変わらない。そうや、今までみたいに今日入れてくれたらここの端っこを押すとかね、そんなのはもうないねん。自分らの気持ちで動かないと動かないので、ぜひとも皆さんもそういう意味で、言うのは言っていただいて結構なんで、それが一つに変わってきたらみんな変わってくると思います。それと僕はまだ時間もありますから、食事のことで研究してても、言ったらエビデンスというのはね、よう言われるんです。シューさんのエビデンスって言うけど、エビデンスで言うたら、まあ法的に言うと何万人以上が何年以上やらんとエビデンス言えないですけど、この間ノーベル賞取った方ね、抗がん剤の、あの方の成果は、ね、25% なんですよ。あの薬飲んでがんが消えてるのは 25% しかおれへん。せやけどノーベル賞取んねん、僕がやってやって皆さんにやってもらうと、僕ね9割なんですよ。9割です。僕知らん、みんな騙されたらあかんねん。日本人は米と、お米、これも厳しく見られて、ね、学校の教育なのにパン入れられて、ね、パンっていうのは依存性があるから、パン食べたら食べたなのに、食べたなってバターとかマーガリンとかいろいろ入れられて、発がん性ありますよ、ね、抗生物質ありませんよ、いろいろ言われて、でもみんな食べんねん。すでに悪魔は、すでにされてるから。それで今の状況ですよ、皆さん。自分の体、自分の国、自分たちで守りましょう。その方に分かれますよ。米、ね、うちでやってるのは、やっぱりね、今、アルツハイマーとかおじいちゃん、おばあちゃん心配よ、みんなね。あれね、調べていくと、アルツハイマーとか増えてるのは東南アジアだけなんや。そんな欧米は増えてないんですよ、皆さん。なぜか、英語聞いた。タンパク質を取ると脳が固まって萎縮してなるっていう研究があったのちゃんと出てるね。日本人は、東南アジアの人は農耕民族だ。ということは、そんなにタンパク質を取らんと生きてきたらいいんだろう。西洋の人は、欧米の人は量、まあ、狩猟民族ですよ。だから狩りをして動物を、まあ、食べて、だから内臓と腸が長いというのでしょ、日本人は。違うんです、もともとは。西洋に西洋から押し付けられたものを食べていくから、こんだけ病気だ。ご飯を積むだけで、便秘は治ります。女の人は便秘多いでしょ。なんていうか、腸長いね。日本人は、東南アジアの人は、せーのに動物性タンパク質いっぱい入れられたら詰まるでしょ。西洋人はすぐ腸が短いから出んねんけど、東洋人は長いから出えへんのが便秘。ということはご飯を食うたら便秘は治るよ。お母さんもご飯を炊く、簡単にコンビニに渡さない。コンビニの、まあ言うたらね、うちの息子のラグビーやっててね、この間ラグビーのその会があって、その時みんなご飯一緒に食べないけど、皆さん、子供らにね、ご飯食んでる時に、お水とかお茶とかジュースとかあかんよ。なんとか言ったら流し込むから。ちゃんと噛まない。噛んでいいに、ちゃんと唾液つけていくと消化しやすい。だから、昔の日本人は、
ご飯食べた後、みんなでお茶飲んだんでしょ。それに戻さなあかんの。それをラグビーのチームのお父さんばっかり集めて言うて、でその時にたまたまでコンビニの方を置かれたんですよ。それは今日はちょっとお茶と味噌飲まんのお前ら頑張れよって言って、最後まで食べられへんから俺やねん食べてへんから、うちは嫁はんの態度を食うから、やっぱりね、添加物というか入ってたら口に入らないんですよ。やっぱりちゃんとしたもん、それはお母さんはちゃんとしてご飯を炊くことだけでいいんです。ほんで日本人今ね、男女平等とかどうなこうの言いますね。日本は昔からお母さんの方が偉いね。そうや、女性の方が偉いんです。そういう文化なんです。もともと男の人何とかなっても子供産めますか。産めません。産まれへんやろ。戸次長がここで育てるんですよ。お母さんの方が絶対偉い。日本の食事も用途にしててね、最後あの茶碗に水入れ、あのお茶入れてとかやるでしょ。あれなんでか言ったら、基本的にはお母さんに手間をかけないようにしたのが日本の作法だ。ということはお母ちゃんが一番だよ。お、そうだ。それを西洋のやつらは何やかんや平等平等って話でね、 SDGs もそうだよ。日本人はもともと自分の食べたもんが出たのを畑に撒いとったよ。その通り。それで畑大きな大きになった。これまさに SDGs だよ。それをアメリカに負けて、アメリカが、まあ、言うたらあれはアメリカやな、負けてからそんな不衛生なことしたらあかんって情報を出ました。彼らは何したかったか言ったら、肥料を売りたかった。その通り。肥料を売りたかったからって、日本人は真面目から、あ、そうやな、危ないな、あかんな、汚いなって肥料を撒き出した。ほんで肥料を撒いたらね、中酸窒素があるから、あの虫が来るんです。虫が来るということは美味しいから来とんねん。せーのに虫が来ていたようなやつはあかんってみんなせーのする。みんな知れへんねん。そうやねん、お父さんと漫才したぐらいほんでてーのてーって言ったら、まあそのね、いろいろあって、その人らたちがそういう野菜は売ってくれない。農家の人は被害じゃない。せやから農薬撒くねん。巻いてきれいなものしか来てくれへんから。この間うちのお弟子さんも言ってました。去年の夏、おじいちゃんおばあちゃんが無農薬で有機栽培で有名なところでやってるからいて、子供連れて田舎行った。子供がトマト取りかけて口に入れようとしたおばあちゃんが、何してんのあんたって怒った。ほな娘が、いや有機野菜、そんなわけないから有機野菜と思うどうやってめちゃくちゃ来てんねんって言ってた。家で食う野菜はこっちや、売るのはこっちや。それわかるやん。それをやったんだ。これ社会はそうなってるんです。それで先ほど言いましたけど、社会と生活と農業全て全部一緒なんです。それをみんなバラバラにされて、お金一番、何でもお金一番です。お金あったらいけるね。株式もそうですよ。なんで株式のやつが会社を偉そうに言うの。会社は社員のもんですよ。そうだ。それが金あるやつが金出して、何もせえんのにお前利益だけ出せって言うてるのがいっぱいある。せやから日本人は給料上がれへんねん。悲しいけど現実や。お父さん、ええー、まあ出てるのバイクなんか聞こえへんけどな、悲しいけど現実やって言います。この方基本は皆さんね、もうこの状況では持たないです。持たない、ほんまに。もうね、自分だけ今だけ、もうあっとで俺も私も死ぬからもうええわと思ってる人はもうええわ。いや、ほんまにほんまに。そういう人ばっかりやから、ただ、ここで足止めてる人は多分そういう人じゃない。なんとか手なあかんと思ってるんですよ。ね、そういう人が何するか言ったら、賛成党ってありますよって言わないんです。さっき言うてきたさっき言うてきた。その言うた人がまた動いてくれて、変な言い方のネズミ声なんだけどね。で、その人に金もらうわけじゃないんだ。皆さんがちゃんと思ってる意識を言うて、その人たちが増えて動けば日本は動きます。その通り。次の子供たちの社会、子供たちの人生の僕らです。僕らが知らん顔してね、僕らが知らん顔して無視してたら、それが一番あかん。ですから皆さん、もう
一度食べ物もでね、今日はあのプロパーって漁師にもしてますけど、彼もこの間あそこで生駒でちょっと生駒と並んで喋ってくれたんですけど、彼も何してるか言ったらね、もう犯罪率が多い、大体若い子に犯罪したりしてもう一回社会でも犯罪するって、その辺の支援のことをやってるんだけど、彼のところの漁師にも行きました。今ね、悪いことして入るでしょ。親は自分の責任が持てるからね、子供らが悪い人出てきたら何で俺が責任取らなあかんねんっていう親多いねん。そやから引き取れん。それを全国回って彼はずっと引き取ってくれへんやつを自分の寮に入れてやってるんです。素晴らしい。そこにさっき言うと思うんだけど、でそこに僕が行った時にもう食べ物むちゃくちゃやったから行くわってボランティア。ほんでそこで7人のその時行ってました、7人やったから、その時の前に喋って、僕はもう今でもね、もう忘れられないんだけど、その子ら全員ね、お母さんのおにぎり食べたことないね。お涙出て喋られたから。それだけ愛情を受けてないんです。それはお母さんだけが悪いわけじゃない。社会が悪い。お母さんがそんな余裕ないねん。周りの人が助けてくれんねん。それはまだ黒川が頑張ってやってますよね。ただその時に思ったのは、やっぱりこの日本を変えないと、ね、関西人はやっぱりね、おせっかいがいいんですよ。ね、いや、東京の人もね、そっちばかり知ってないからね、やけど。じいちゃん、ばあちゃんも頑張っとる。そう、なんであんたにああいう人だろう。いや、本当にね、やっぱり声かけてやるのも一つですよ。お母さん、女になっても元気なかったらどないしたんでも、それだけで変わるから。ね。そういえば、お母さんは今日も休みしてください。今日帰ったら、ご飯炊く。ほんで、おにぎり作んねん。ほんで、おにぎり何個か置いてあって。ほんで、子供がこんなん嫌や言うたらね、他のもんやるから食わへんから。ほっといてみ。おいしいから、おにぎり。そこは甘やかしあかん、おにぎりしかないねんって言うたらいいねん。お腹空いたら食べよる。そう、お腹空いたら食べよると思ったことだ。どこにおってやるんだこれ。ただね、本当にそういうことはできます。で、僕はここで皆さんに言いたいのは、社会貢献で言うとね、皆さんね、お金のある人が何か寄付したりとか運動を起こしたりとか、そんなんじゃないです。今医療費は年間43兆円、毎年1兆円ずつ増えてるんですよ。皆さんできることは健康になること。健康になって医者にかからない、薬を飲まない、これができて健康になったら医療費はドーンと下がります。その通り。ということは皆さんがちゃんとした意識、ちゃんとした情報を得て健康になれば医療費削減できるんです。誰でもできる、誰でもできる、一人一人が全員できる。これが国じゃないですか、これが国。そのためにも賛成党みんな応援してや。ほんまに、はい、これも言うてください。受験生、受験生に言わんでね、ただあるって言うことで、それを見てください。それを見た人が動く。これが日本人の魂、大和魂がまだありますから。僕が初めやってる時に神谷君にどうかなと思ったけど、週2回目のたびに、週さん、ピコタに勝つんでしょ。むちゃむちゃ感じる。なんでかじゃね、皆さんの心の中にね、やっぱり大和魂あるんですよ。僕もこんな職業が昔、何年か前かね、どっかのでっかい塔のエアジャンプさんに行った時ありますよ。手伝いまで駅で、このおばちゃんが、あーって言って、そのままバス乗って帰ったの。今日見て。泊まった人は全員泊まって聞いてくれて、こんな嬉しいことないよ。お父さん、ちょっと閉じてるわ、戻ってきてる。それから今日はこの後タウンミーティングもありますけど、ちょっと食事の専門的なことは僕はちょっとここで言うんで、その時もちょっと資料も持ってきますから。ただもう満員やね。あ、もうちょっといける。それからこの後タウンミーティングがあったら、神谷さんが喋った後に僕がまた喋って、また喋るんでね。ということで、ちょっと、おだいぶ時間いくのか、もう本当にまたいつもエキサイトしてますけども、
テレビにも出る気はございませんっていうか出れませんもん。この三省堂でここでこんなこと言ったら出れません、ね、最後乳製品も皆さんやめましょう。子供たちお母さん生理痛きつい人は乳製品2ヶ月完全にやめたらほとんど治ってきました。乳製品と乳酸菌は別やねみんな。乳酸菌と乳製品は別やねんけどみんな一緒にして食べてるからね。それも癖になんねん、小麦は癖になんねん。それからもう一回考えて、もう一回自分の心を自分の体を自分で守って、それが第一歩。それすることによって日本は変わります。ただそれできへんやつはなかなかできへん。自分の体にできへんやつはダメです。皆さんできるよ、頑張ろう、ね。で、参政党も僕をこうしてやってる、この時休みやってるけど、おかげさんで参政党みたいでサロンに来てくれる人が多いんですよ。その人たちには、うちは結構高いですよ、情報量ね。皆さん5000引きしてますか、ちゃんと。ちゃんと5000引きしてます。営業は営業や。ほんまに。でも皆さん、本当に、初め、ね、彼女出た時も、まあ、神谷も言ってたけど、中村さん出ても、まあ、多分来ないなと思ってたよ。地味、まあ、言うてもらったらごめん、強いからな、そういうことが。ただ、ここまで来たら、皆さん応援してください。奈良を変えよう、奈良を。奈良は絶対に変われへんと思ってんねん。ポスやねん。ね、あんなことええとんじゃない、絶対に言うと、まあ、ちゃうっすよ。ね、だから、なんとかね、奈良さんを僕は勝たしたいと思ってるんですね。この後の選挙運動ももう、金魚の本みたいについてまいりますから。はい、皆さんぜひとも声を出して、応援していただきたいと思います。ということでございます。ありがとうございました。あとは神谷君の中で